新潟の選手も、ね、距離を今の時間に縮めたいですよね、はい、10番の本場翔です。大外は28番の自ら放っていった、10番の本場翔、素晴らしいミドルシュート、後半の26分、中島が持ち上がります。本間シオン一人かわしていく、ループでパスを出して渡辺新太、トラップしてシュート、追いついた新潟、渡辺新太、後半51分のゴールです。本間翔が打ってきた、勝ち越しゴール、これがリーグ戦デビュー、そしてリーグ初ゴール、渡辺流した、本間のフィニッシュ、大間潮チャンスになる、新潟2点目を奪いました、堀米雄斗、オフサイドはない、本間だ、本間が行く、本間が行く、かわして右足のシュート、決めた、スーパーゴール、本間ルーキーが決めました、右足一閃、
アサイド使って本間志音、本間志音決まりました。追いついた新潟、アディショナルタイム2対2。さあここはチャンスになるか。本間志音、本間志音ドリブル裏を狙った、渡辺アサイド。
中央長いボールファビオポストになってボールの跳ね返り新潟が同点に追いつきました。10番の本間翔、田上抜けたチャンス、田上のクロス宮へ抜けてきたフィニッシュ本間、追加点新潟80分。今の渡辺新太中に入れてシルビーニの頭越えた、堀米折り返してシュート、先制ゴール新潟。20番の本間翔、島田のコーナーキック、ファーサイドマテウスの頭越えてヘディング、折り返した、これはゴールが認められました。すごいシュートですね。これはスーパーシュートです。思わず唸ってしまいました、ね。